さあそれではやっていきましょう。テイルズオブグレイセス F、 今回は、ここストラタ岩石砂漠先に行こうと思います。ロックガガンって何？ロックガガンというモンスターだけで軍が道を封鎖するなんて、それほど危険なモンスターなんですか？モンスターといってもとても人間が戦える相手ではないらしい。戦える相手ではない？どういう意味ですか？俺もそう聞いたことがあるだけだ。もしお目にかかれたらその答えがわかるのかもな。ワクワク。あんまりお目にかかりたくないけど、多分オープニングに出てるあいつだよね。おう、敵さん負けられないな。戦闘曲が違う。一気に行くぜ。何だこういう勝負。一気に熱いな。そうね、本当熱い。熱いわ、本当に熱いよ。熱いって全部に濁点がつくぐらいには熱いと思うよ。砂漠行ったことはないけどね。先進客熱心候補さよならな。残念だったね。惜しかったね。惜しかったね。ん、お、シェリアが称号20を獲得。結構来たよ。ん、ゴミゴミって、ディスカバリー。ストラタサボテンを発見しました。ストラタサボテン、ほう、うん、生きるための知識。どうしたんだ、そんなに大きなため息なんかついて。だって喉乾いたしさ、こんなに暑いんじゃ死んじゃうよ。教官は平気なの？ではこのサボテンに助けてもらうとするか。サボテンに？うちに水分を保持しているストラタサボテンは現地の人間にとっては貴重な植物だ。こうやって切るとほら水が飲める。教官すごい。アスベルもどうだ？はい、俺も喉がカラカラで助かります。どうだ、うまいか？ぬるくてまずい。緑臭いです。お前たち、まあそうなるな。この人が学者のおじさんかい？また来たのか。いい加減に放っておいてくれよ。また？私たちが話したのって初めてだよね。この珍獣図鑑が目当てだろ。政府の役人が何人もやってきてうんざりだ。政府が本を？何か大切なことが書かれているんですか？ふふん、世界のあらゆる動物の生態が書き込まれているのさ。いいに、珍獣図鑑でどんなのが載ってるの？あ、あん、そうかい、そういうことかい。研究成果が知りたいんだね。うん、教えて。研究者ってみんな変わり者なのかな？ストラタだけじゃない。世界中を見て回ったからね。そうだな、特に珍しいのは、ナンバー11、ブッシュベイビー、森の奥に生息する動物さ。いやー、なんだか石像にしたくなる名前だね。珍獣ナンバー51、通称クイッキー、人の代わりに働いてくれることもあるとか。うん、実の栄翔に手一杯の時は助けてくれそうだね。ねえ、君ってひょっとして全部知ってておちょくってる？知らないよ、全部聞いたままに感想言ってるだけだよ。そうか、分かったよ。ではとっておきを教えてあげよう。聞いて驚け、見て叫べ、我らエンマ大王様の一の子分。ナンバー、珍獣ナンバー99、名称不明。先日、ウィンドルで目撃されたばかりの謎の生物だ。どんな生物なんですか？なんでも二足歩行する人型生物で、グレイル湖を泳いで対岸まで渡ったらしい。泳いで？確かに大変なことだけど、それだけじゃ。まあ聞きなよ。その前にあなた、この段階で言うことは？別にないよ。泳いだってだけでしょ？ははーん、これがただの人間ではない決定的な情報があるんだな。その生物は一瞬で消えることができるのさ。突然姿を消すことができるんですか？
総国によるとその生物が草むらの中で突然姿を消したそうだよ。そして残されたのは小さく不気味な祭壇のような大豆だけだったらしい。私はね、その生物は伝説のアンマルチア族じゃないかと思っている。アンマルチア族ってあの、うん、伝説の集団だよ。それ私じゃないかな。バッカバカしい。でもね、パスカル、まさかグレイル湖を泳いで渡ったのか。うん、グレイル湖を泳いでそこから地下遺跡に入ったんだもん。でね、反対側に出て寝てたらアスベリやソフィーに会ったんだよ。いやー、であの出会いは感動的だったな。それと消えたっていうのは遺跡の中に移動するあの台座のことだよ。なあ、あれのことか。そんな目の前に本物の珍獣がいたことに気づかず自慢してしまうなんて、悔しがるのはそこなのか。もういいや、どうでも。この珍獣図鑑あげるよ。え、いいの？やったー。おい、聞いたか。なんでも亀下の積み荷を勝手にほどいていく謎の生物が現れたそうだ。マジか。恐ろしい。気づいた時には荷が崩れ落ちてるじゃないか。早速これから調査に向かうんだ。お前も来いよ。わかった。やったーってね。積み荷を勝手にほどくってただの嫌がらせだろ。さあどうなんだろ。珍獣図鑑、これ依頼品だね。お、宝箱。プリティマフラー。ね、一回戻るわ。依頼こなしてこよ。よし、依頼をこなして技増えたな、今な。ショートカット設定におぼろ月夜と烈海王と、いやそこだ。すごいな。負けるわけにはいかないんだ。ん、マリクが称号20獲得。いいね。みんな大体20個手に入ったかなぐらい。ん、宝箱。羽ばたける結晶。ほう、またワンランク上の武器になりそうな予感。みんな気をつけて。スイッチ、まだまだ終わらせてやる。全てを小さく終わらせて。おーしょ、なんだ、やめてやる。くらえ、石か、大残暑、気を見せるな。そうし、一戦、投げ払え。一戦、カーン、魚の上、セルフロー。アスベルは、なんで真っ白い服を着ているの。これか。それはな。なんでだい。そうだ、思いついた。長い。思いついたじゃねえ。お、チタンアンクレット。ほう、アンクレットって、ほう、セーブポイントがあるよ。さあ、その前に一戦、そこが最強で今しめを刻む。かわせるか。かいでよ、陶器の衣。クールスレッド。そこだ、魔人剣。かあー、かさあ、いでよ、さあ、くらえ。この名を文字で覚ます。かくらえ、まだまだ後悔するままいられない。かかわせるか。この名を文字で今しめを刻む。かわせるか。やったね、ソフィー。やったね、セリア。やったぜ。セーブポイントがある。みんな気をつけて。メッシー、セーブ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 、セ
この名を持つのは。あれ終わり。さあここから出れば、あ、セーブルイゾレいいね。ここまでは無事に来られたね。ロックなんとかが出るのはこの先だったっけ。だったと思うよ。町の人に話を聞いてみよう。何かわかるかもしれない。そうだな、それがいいだろう。うん。さあ、お、話してくれるマークがあるよ。魔法カルタを持っているようだな。このカードのことですか？裏を見てごらん。英雄たちの名言が載っているだろう。その名言の前半も誰かが読み上げて該当するカードを互いに取り合うゲーム。それが魔法カルタだ。へえ、面白そうかも。それじゃあ俺が読み上げるよ。あと、これは大事なルールだ。読み上げるときは本人になったつもりで読み上げるんだ。本人って知らない人ばかりですけど。何できるだろ、あんたなら。ふん、任せておけ。どうして教官が言うんですか。パスカルも大丈夫かしら。任せてよ、これでも故郷じゃモノマネ名人だったんだから。魔法カルタ、デュエル、スタンバイ。あ、本当にスタンバイって言いやがった。遊ぶの俺なんですけど。さーて来たよ。知らないキャラばっかだよ。ルーのこと一番。違う違う。ルーのこと一番。そいつか。分かってやれたって。自信だけはある。俺父さんみたいになりたいんだ。父さんみたいになりたいんだ。帰るか。父さんみたいなすごい英雄に。確かに母の声。これミント。私を励ます声が。お、いいよ。信念を持って孤独な戦いを。これクラスだ。せめてもたぬきだ。勝った。やったぜ。まだ最初だからな。参りました。君にこれをあげよう。お、ピーチグミ。対戦する、挑戦する、対戦する。挑戦と対戦何が違うの。まさか 2P 対戦。俺には縁のない世界だ。母の声が。ミント。私を励ます声が。スズはもう泣きません。それスズ。スズは立派な忍者になります。ルーのこと一番。ルーのこと一番。さっき言ってた。さっき言ってた。分かってやれたって自信だけはある。備えあれば。ロケットランチャーハロルド打ち放題って。大勝利。参りました。君にこれをあげよう。パップル組。お、国威の断罪者の将。お、国威の断罪者だって。あ、ちょっとこれ優先。これ優先だな。鮮烈な利刃がひらめいたら無辺の闇を鋭く切り裂く。あらなす者を美人に砕く。残光老名人な、あれかな。来ましたね。コスチュームチェンジ来ましたね。お、何、スパイスセット。お、スパイスセット。カレーの予感。ガーベラの種。ガーベラテトラはね、好きだよ俺。乗ってる人はともかくね。買い物しようぜ。マイドアリットね。お、軍人の評価は A スポットをどう使いこんだかで決まる。そうか。なんだこれは。なんだ、
カンペですわ。ここはカンペですわ。小食の魔導書。おお。ん？何？ロックガガを殺すな！あれは大昔から生き流れている。学術的にも貴重な生物だぞ。そうだそうだ。ロックガガン殺してやだ。そうだそうだ。我々はロックガガンを殺すことを決めたわけではありません。来たのは調査のためです。そうだそうだ。だったらどうして軍が街道に展開しているんだ。そんなの必要ないじゃないか。そうだそうだ。ロックガガンが暴れて国民の皆様に被害が及んだ際、迅速に救助活動を行うためです。そうだそうだ。もうどこへ行ったんだろう。誰がだ。ロックガガン大人気だね。これじゃ下手に手出しはできないね。大人気。元々は気性もおとなしくて人間に迷惑をかけることもなかったよ。ほう。あんたは？ロックガガン保護の声は日増しに高まってきている。雲尚さん。しかし一方で街道を通れなくて困っているから、ロックガガンを始末してくれって声もある。おう。どちらも民衆の本音だ。いずれにせよこの状況に具体的な対策をせず放置すれば良くない結果しか生まれないな。そうだね。だな。急いでユーリベルテへ行かなくてはならないの。首都方面急ぐのか。それはあいにくだったな。すぐにはこの状況は打開しまい。何か他に道はないのかい。どうする。教官、ロックガガンというのはよほど危険なモンスターなんですか。アスベル、あんた何を考えている。大きいという話は聞いているが、具体的にどのようなものかは俺も見たことがないのだ。まあ行くだけ行ってみたら、出てきたら逃げればいいんだし。まあそうだね。私もそれがいいと思うわ。そうだな。ここで待っていたらいつ首都へ行けるかわからない。出発しよう。よし、じゃあ出発だ。いいだろう、大好きなんだ。やだ、もう好き嫌いばっかり言ったらダメでしょ。どうした、ソフィー。ソフィーったら好き嫌いばかり言うのよ。嫌だって言ってるんだから無理に食べさせることはないだろうな、ソフィー。うん、アスベルはソフィーに甘すぎるわ。もう子供じゃないのに。いいわ、アスベルは今晩何が食べたい。カレーがいいな。甘口なんでしょう。ああ。どっちが子供なのよ。別にいいだろう、大好きなんだから。そうだそうだ。ディスカバリーお堅い本、ちぎれたページ、丁寧に扱おう。セイブル・イゾレはストラタ国内の最先端研究を行っている研究都市だ。研究って？技術の研究だ。ストラタは世界で最も進んだ技術研究国だからな。ではこの石碑も何かの研究に関係しているんでしょうか。石碑じゃないね、これって超でっかい本じゃないかな。これが本？確かに言われてみればそう見えなくもないけど、読めるのか。アスベル、ページめくってよ。よし。ん？あ、アスベル壊した。弁償だな。おいくらガルドなんでしょうね。魔法カルタって知ってるかい。今ナウのヤングの間で密かなマイブームを起こしてるんだぜ。お、くれるの。お、魔法カルタナンバー16、有利のカルタ選ぶんじゃねえ。オリタのカルタ、勝てると思った。お会いに行く。だって、いや、ベスペリアはさすがにわかるわ。魚あげる、アサリあげる。はい。お、なんかある。はてな、なに、ありゃ、なんだか不思議なクリアスだね。そうか、普通のクリアスに見えるけど、いやね、中のエレスがわずかに滞留しているように見えるんだよね。滞留している？エレスの溜まったクリアスにそんなことは。お、あれ？お、お？パスカル？なんだこれ？ひゃーってなんか前も見たな、これな。何？セイレーン？パスカル、今何か？契約は果たした。
汝は水の竜に寵愛されしシアンディーム、あ、ウンディーネかどっちかというと、どうなってるんだ。あなた様の中に流れる血に反応したようですわ。ご助力いたしましょう。ほう、共にこの地に降り立つ日を心待ちにしております。腕をお磨きくださいませ。ありゃ行っちゃった。おや、どうしたのですか。実はここにあった青いクリアスに触ったら彼女に妙な出来事が。どういった。なんていうのかな、現実感の伴わない女の人が現れたんだよ。まさかそれって髪の長い青白い女の人のことじゃないですよね。そう、そんな人です。実はね、前々から噂があったんだよ。まさかそれって研究員の間では有名でさ、徹夜していたら声を聞いたり誰かに見られている気がしたり、それに一つだけこの研究棟にはとある因縁があるんだ。ちょっと今その話する気なんですか。そのことなんですか。今以外のいつがあるんだ。続けてくれ。どうやらこの塔が作られる以前はこの下に町があったようなんだよ。ひょっとしてその時に生き埋めにされた人たちが研究棟の中央に降りられる場所があるんだけど、そこには開かずの間があって、その奥には、いや、やめてください教官。それ以上言わないで、それ以上は言わないで、それ以上言わないで。ま、幽霊なんてものがいるかいないかは別として、間違ったのは本当らしいよ。それに祟られたというのなら、あなたたちには何か縁のなる町なのかもしれませんね。私たちに、気になるな、何だろう。シェリア、見てきたらどうだ。もういい加減にしてください。青のクリアス、パスカルは称号アクアサマナーを得ました。ってことはこれ、スペルエクシード発動の準備が整うかな。さて、では今回この辺にして、次回またこのユーリベルテ、違うわ、セイブルイゾレの探索を続けたいと思います。それではありがとうございました。